第4障害で1回の反抗があります。そして登って第7障害からこの後第8に向かいます。第8障害はバンケットの下りの障害、飛び降りの障害になってまいりました。さあこの後は9番のダブル障害、かまぼこ障害が A 障害、そして B 障害はバンケットのログ障害になります。B 障害、9番の B 障害で1回反抗があります。現在2回の反抗、減点が40点。そして走路を出まして10番障害から11番に向かいます。さあ12番までクリアしております。これから13番、15番障害に向かいます。日本大学バイス部3年生。入った、また15番をクリアしまして、これから16番障害。さあ2番目の選手が走行スタートしております。2番の選手は名鉄乗馬クラブクレイン東海、桂田大輝選手と東方ペガサスです。第3障害に向かいます。東方ペガサス、この馬は北海道のサルブンで生産されましたサラブレッド、8歳になります。千葉、昨日のバーバイス競技56.8 点の減点、第3位で昨日を終えております。1番の杉田選手、最終障害をクリアしております。反抗があります。第4障害減点が